はい、皆さんこんにちは、ペスでございます。ネッチプレーキー2000にやっていきましょう。タイガースは今シーズン最後のスワローズ戦、神宮球場で迎えます。福原さんが先発、そして広沢さん、今日は赤星さんの代わりですね。はい、これでいきましょう。向こうは藤井さんですね。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。本日は大歓声のここ明治神宮野球場からスワローズ対タイガースの試合を実況は私三宅でお伝えしてまいります。マウンド上は今日の先発藤井。打ち上げてしまいました。これはアウト。多彩な変化球でどう攻めてくるか。ここは一発も期待できる場面。初球スチール、二遊間抜けるか。セカンドをもらってどうか。ランナーセーフ。とにかく先制点を入れて流れを作りたい。変化球から入った。ランナーがスタートしている。打球はセカンドへ。ランナーホームに突っ込む。早くも先制。このチャンスにタイムリーヒット。1点リードに変わっています。着実に追加点を重ねていきたいところ。初球スチール、これはファーストへ。悠々ホームイン。タイガースさらに差を広げました。このチャンスにタイム。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球スチール、左中間どうだ。頭の上を越えた。今ランナー悠々とホームイン。スコアリングポジションにはランナーがいます。これはファーストへ。ランナー三塁を蹴った。悠々ホームイン。たまらか。ここでタイム。よしよし、藤井さんノックアウトやね。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上石井。ランナーは一塁。初球スチール、ファースト強襲。惜しい。初回タイガース先制点を挙げています。さあバッターボックスには飯田。ストレートを中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。やはり変化球を使ってきました。打ち取ったか。一塁へ。余裕を持ってアウト。自慢の速球でどう攻めてくるか。際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。早くも追い詰めました。一二塁間抜けるか。抜けてしまった。シングルヒット。ランナーは一塁。際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。
打ち取ったか。どうだ。これでツーアウト。ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。ピッチャー返し、余裕を持ってアウト。1回の裏の攻撃、マウンド上石井、セーフ。ランナーは一塁。初球から足を絡めてきた。二塁は一塁、送球は間に合わない。ランナーがスタートしている。二遊間抜けるか。おっと三塁に行く。ボールは三塁へ。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ライトへ飛んだ。掴みました。三塁ランナースタート。タイガースさらに差を広げました。ファウルボールです。アウトを2つ取りました。今日タイムリーヒットを放っているアリアス。飛距離は十分でしたがファールボールです。二遊間抜けるか。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。ストレートを中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。1、2塁間、初球は外してきました。この球には手を出しません。ストレートを続けてきた。まっすぐで押していますが、次はどのような配球を見せるか。打球はセカンドへ。一塁は引っ掛けたか。2回の表タイガース、ピッチャーにとって非常に嫌なバッターと言っていいでしょう。いいコースに決まりました。ツーナッシング、早くも追い詰めました。ファウルボール。一気に勝負してくるか。止めました。際どいところに入りました。打球はサードへ。シングルヒット。もっと塁を埋めていきたい。流し打ち、ポジションにはランナーがいます。間に落ちるか。セカンドランナーは三塁で止まる。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ストレートから入った。
ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。ファウルボール。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。これでツーアウト。塁は埋まっています。ストレートから入った。打球はショートへ。二塁は二回の裏の攻撃がし、今日タイムリーヒットを放っている浜中。これは平凡な当たり。一塁はこれはアウト。際どいところわずかに外れています。打球はセカンドへ。一塁へ。この回の出塁はありません。掴んでスリーアウト。3回の表の攻撃。さあバッターボックスには宮本。これは平凡な当たり。そして一塁は決まりました。ツーナッシング。早くも追い詰めました。当ててきた。これはアウト。この回の出塁はありません。センターへ。センター余裕を持って構えます。3回の裏の攻撃。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上島田。この回は1番からの高打順です。バッター惜しい。際どいところファウルです。打球はショートへ。ノーアウトからランナーが出ました。際どいところに入りました。差がついています。これはちょっと厳しいか。ストレートから入った。ストレートを続けてきた。一気に勝負してくるか。センターはどうか。二塁ランナーホームへ。今セカンドランナー悠々とホームへ。
いつきさんやね。スワローズ、小刻みな継投を見せています。ランナーは一塁。初球から足を絡めてきた。一二塁間抜けるか。おっと三塁に行く。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。ランナーがスタートしている。一塁送球は間に合わない。さあランナースタート。二塁へ。外角をよく見ています。フルカウント。両者待ったなしです。ああコントロールが乱れています。塁は埋まっています。ライトへ飛んだ。フェンスダイレクト。今セカンドランナーもホームイン。タイムリーツーベースを打って、マウンド上は厳しい状況。飛距離は十分でしたがファールボールです。初球スチール。ランナーがスタートしている。打球はセカンドへ。ホームを狙う。タイガース追加点を入れました。スワローズ、小刻みな継投を見せています。そして打順は1番に帰ります。ファウルボール。この段階で決めてくるか。ショートへ。二塁フォースアウト。ナイスフィールディングです。さあバッターボックスには坪井。センターへ飛んだ。長い攻撃が終了しました。4回の表、福原、この試合まだ点を許してはいません。いいコースに決まりました。打球はセカンドへ。一塁へ。ノーアウトからランナーが出ました。いいコースに決まりました。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。当たりは今一つ。これはアウト。アウトを一つ取りました。ランナーは一塁。際どいところに入りました。2
ツーナッシング。一気に勝負してくるか。打球はサードへ。抜けた。ランナー二塁でストップ。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。振り遅れた。二塁フォースアウト。ダブルプレーにはなりません。ストレートから入った。ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。三球三振。ここ4回の裏の攻撃が今日タイムリーヒットを放っている若武者。歩かせたくはないでしょう。タイミングが合いません。両者待ったなしです。センターへ。ああ、そんた。これはアウト。ランナーはありません。この球も見ました。タイミングが合いません。低めのボールが続いています。さあ次のボールはフルカウント。両者待ったなしです。追い込んだがもったいない。これはアウト。これでツーアウト。今日タイムリーヒットを放っている木山。打球は三遊間へ。一塁ランナーセカンドで止まる。スコアリングポジションにはランナーがいます。今一つ。スタンドに入りました。ファウルボールです。あら、これはアウト。打ち損じた。5回の表の攻撃が終了し、ここで代打を出してきました。バッターボックス添島。福原、この試合まだ点を許してはいません。一気に勝負してくるか。この段階で決めてくるか。ここで一球外してきました。ライトはどうか。これはアウト。ランナーはありません。Come on!
ツーナッシング。一気に勝負してくるか。三球三振です。まだ疲れは見えません。福原。打ち上げてしまいました。これで3アウト。5回の裏の今のところ疲れは見せていません。川端、二遊間抜けるか。ノーアウトからランナーが出ました。ちょっと一回早いからね、八木さん行きましょう。ここで代打を出してきました。バッターボックス八木。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。初球から足を絡めてきた。ライト線はセカンドを回ってどうか。そして打順は1番に帰ります。初球スチール、2塁へ。1塁送球は間に合わない。さあランナースタート、2塁へ。スチール成功。非常にボールを選んでいます。打ち上げてしまいました。これはアウト、ワンダウンです。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。打球はショートへ。やや疲れが見え始めています。川端、左中間への打球だがどうか。落ちました。マウンド上は厳しい状況。初球は外してきました。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上山部。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。レフトはどうか。いった、よし、届きました。ホームラン。やっと出たね。レフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。ピッチャーは山部。ようやくツーアウトまでこぎつけました。ランナーはありません。打球は三遊間へ。
ランナーは一塁。際どいところファールです。早くも追い詰めました。打ち上げてしまいました。長い攻撃が終了しました。6回の表タイガー誰にしよう。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上西川。さあバッターボックスにはペタジーニ。当たりは今一つ。これはアウト。ピッチャーは西川。いいコースに決まりました。簡単にツーラン。打球はサードへ。一塁へ。余裕を持ってアウト。6回の裏の起きいきましょう。この場面で代打を出してきました。バッターボックス沖原。この回の攻撃はラストバッターからです。際どいところわずかに外れています。打球はセカンドへ。一塁へ。センターへ。懸命に下がって掴みました。この回の出塁はありません。ジャストミート。掴んでスリーアウト。惜しいね。7回の表さあ薮田ね。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上薮。さあバッターボックスには岩村。打球はセカンドへ。余裕を持ってアウト。多彩な変化球でどう攻めてくるか。うまく捉えた。シングルヒット。さあ与えられた仕事をきっちりやってのけるか。ピンチヒッター真中。この球には手を出しません。二塁フォースアウト。このピンチを守り抜きました。7回の裏ここでリリーフ登板となりました。マウンド上ポッチス。若武者今日は猛打賞です。左中間への打球だがどうか。あ、やっと出た。矢のような打球をレフトスタンドへと突き刺しました。
ピッチャーはホッジス。打球はファーストへ。シングルヒット。ランナーは一塁。追いつきました。アウトを一つ取りました。今日タイムリーヒットを放っている檜山。タイミングが合いません。外外と来ています。さあ次の1球は。低めのボールが続いています。さあ次のボールは。フルカウント。さあこの1球。ここは歩かせました。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。ストレートを続けてきた。一気に勝負してくるか。ピッチャー返し。ああ抜けた。ランナー三塁を蹴った。明暗がくっきりと分かれている両チーム。ストレートから入った。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。ライトはどうか。難なく取りました。さあ2アウトになりました。よく取った。これは好プレイ。8回の表、この回は1番からの好打順です。際どいところに入りました。ツーナッシング。早くも追い詰めました。打ち取ったか。余裕を持ってアウト。早くも追い詰めました。一気に勝負してくるか。センターへ。シングルヒット。もっと塁を埋めていきたい。打ち取ったか。そして一塁は。アウトを2つ取りました。ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。これで3アウト。8回の裏、この回は1番からの好打順です。どうだ。懸命に下がって届きました。ホームラン。レフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。
明暗がくっきりと分かれている両チーム。ファウルボール。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。ピッチャー返し。あ、星さんでもシュート投げるイメージがなかったからね。一発も期待できる場面。これはどうだ、ホームランか。入りました、国内ホームラン。若武者、甘い球を確実に捉え、大きな大きなホームランを放ちました。今、ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。ああ、変わりよったな。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、五十嵐。ランナーはありません。早っ。この段階で決めてくるか。これはスイングアウト。釣られてます。自慢の速球でどう攻めてくるか。センターへ。センター余裕を持って構えます。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。高め。ここは一球待ってみるか。ポジションにはランナーがいます。一、二塁間、ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。打ち取ったか。余裕を持ってアウト。9回の表、このあと3人抑えてしまいたい。ツーナッシング。早くも追い詰めました。ピッチャー返し。際どいところに入りました。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、これはスイングアウト。あと一人、踏ん張れるか。ライト線はファウルボールです。もう後がありません。これは平凡な当たり。一塁へ。興奮冷めやらぬ明治神宮野球場からナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、タイガース、スワローズを下す結果となりました。今日はね、ホームランはそんなに出ませんでしたね。まあ、今岡さんと広沢さんね、うまいこと打ってくれましたけどね。福原さんごめんなさい、福原さん25勝目、藤井さん12敗目、山さん29セーブ目となっております。
さあ打撃陣は矢野さん以外はみんな猛打賞以上ですね。八木さんもね、綺麗にライデンヒット代打で出ましたけどね。はい、ピッチャーの方は完封リレーです。福原さんが5回、今日は結構打ち込まれてましたんでね、早めに交代したんですけどね、5回被安打6の奪三振3ですね。自責点は0。西川さんは1回ピシャリとね抑えてくれました。デアブさんもちょっとフラフラしながらもね、なんとか3回無失点でしたねというね、ゲーム内容でしたね。というで、この後、戦績ですね。で、次回からもね、ご覧の通り、ジャイアンツはね、東京ドーム3連戦ですね。スワローズは、なんやかんや言ってね、今のところ3位なんですけども、カープは4ゲーム差ですね。はい、チーム成績。得点が1719、失点が110、ホームラン551のね、盗塁が96、打率4割7分7厘の防御率 0.86。 対戦成績はソローズは全勝ですね、28ですね。あとはジャイアンツとはまだ2カード残してる状態ですね。打撃成績、さあやっと広沢さん規定打席到達いたしました。でこれで坪井さんと浜ちゃんはもう規定打席クリアしてるんでね、全球でもいける状態ですね。はい、でホームランがこんな感じ。坪井さん今日は絶好調やったけどね、出ませんでしたけどね。ペタちゃんと並んで同率8位で、打点はもう猫ちゃんが500オーバーになってるね。で試合は全試合出場、赤星さんも今日は、ね、ダイソーで出て盗塁決めましたね。で出塁率打数安打、猫ちゃん400安打超えた。ツーベーススリーベース、猫ちゃんが10本、井端さんと並んでます。得点で三振ですね、清原さんで、フォアボール原木さんが1枚選んでる、リーダーセーフライは今岡さん、坪井さんで、盗塁が赤星さんね。で、失策で次はピッチャー。はい、防御率笠井さんが 0.36、 このまま全球でも笠井さんね、規定投球回数クリアしてますからね。そろそろ星野さんが投げないと、イニング足りなくなってくる。笠井さんは50まであと1セーブ、岡島さん、出会うさんが29セーブで同率に、投球回井川さんがトップ、関東も井川さんで、打者やんだ、奪三振も井川さん、9差ですね、黒田さんとね。福原さんも今日は少なかったね、単独にありえますけどね。で、非本塁打で失点、自責点という感じですね。はい、というわけで、次回からは東京ドームジャイアンツとの3連戦です。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。